皆さんこんにちは、ラブカーズ TV 川口学です。今日はですね、私なんか知らないところにいるんですけれども、ちょっとなんか白い上下白い人がいるんですか。なんでゴミさん、どうしたんですか。ゴミさん、なんでいつも上下白なんですか。僕の本拠地になんで上下白なんですか。やっぱ心の色が現れてるでございますよ。車までちゃんと、あ、車ね、はい、はい、こちらが今回ご購入された、なんだっけ、LC500 コンバーチブル。うん。レクサス。合ってます。合ってる。ちょっと今日僕元気ないですよ。なんで元気ないの？喉が痛いんですよ。そういえばあれだよね。元気ない理由は、トヨタのなんか、未来の動画でなんか。あれはまた別で、うん、今日元気、もうあれはもう済んだことなので、全然元気なんですけど。あそこは立ち直った？喉がね、ちょっと調子悪いんですよ。さすがに。自分の撮影、後でマナブさんの車を僕のチャンネルで撮りますので、はい、その時まで喉は温存したいのね。だから元気なくしているわけね。こっちの撮影はどちらかというと、ちょっと手抜いて、ウォーミングアップ的な、声を使わずに、行こうかなと。あのさ、はい、人の動画の時はそういう感じなのか、君は。よろしくお願いします。今日も、インカライブ動画、よろしくお願いします。どうでもいいんですけど、はい、ゴミちゃんがこの間重大発表の動画出して、はい。いろいろ言ってたじゃないですか。うん。そしたら、うん、僕の、トヨタの水素エンジンの車の動画のところに、ゴミさんはなんで呼ばれないんですかっていう書き込みがいっぱい来て、いや、ここ掲示板じゃねえんだけどっていう、ちょっと迷惑なんですけど。まあ、なんで呼ばれないのか、未だにまあよくわからないですけど、まあいいんです。ね、呼ばれない試乗会だってそれはあります。あります。まあそれも含めて頑張るしかないというところでございます。ちなみに未来は売るんですか？未来、うん、まあそれは結果動画撮るので、はい、まあこれがいつ公開されるかわかんないですけど、はい、まあ売らないです。結果で言うと。あ、そうなの？売らないです。あら、俺の方が先に公開するよ、それ多分。未来のその売らない動画。じゃあ売ります。どうなってんだよ、ほんとに。まあ、未来売らないですよ。あ、ほんと、うん、ちゃんとじゃあ、水素は、ちゃんとウォッチしていこうっていう。まあ、さすがに、本当に、売るような気持ちも持ってましたけど。はい。まあ、売らないです。投票やってもらったんで、その結果を見て。あ、みんな売らない方がいいって言ってくれたの？ね、ちょっとね、投票ね、うん、いろいろな裏があって、多分なんかいろいろやられちゃったのは。あ、なるほど。だって全部で2万5千とか、結構、投票されてるんですよ。すごいね。おかしいんですよ。すごい。だから組織票入った。うん、組織票というのか、シークレットモードで一人の人が何回も、うん、なるほど、ね、Google Chromeだといろいろできるんで。できるんだ。そう、そういうことね。自分で2万5000回押したらしいですこの人。今日笑わないですからね。喉使っちゃうから。ちゃんともうナンバープレートに。ちゃんとなってるよ。持ってますか、マナブさん。持ってるけど今日持ってくるの忘れちゃった。貸してね。持ってるのに持ってくるの忘れたって、それは持ってないのと一緒ですか、要は。うるさいな。これちょっと車うちで見せていただくの初めてだよね。そう。だよね。そう。ドライブライブはやったけど。ドライブライブは納車されてその数時間後だから。そうだ。まああれは初っ端でしたけど。そうだそうだ。はい。ね、初めてです。なんかでもこの間と様相が変わってるんですけど、もうすでに。どういうことなんですか？そりゃ、ノーマルでは乗りません。ちょっと本当ね、声使いたくないからね、今日本当元気ない。ちょっと説明してよ、じゃあ。まず、はい、リップつきました。ちょっと下すぎましたけど、もう気にせず。相当低いんですよ。もうギズモノです。ほら、相当低い。iPhone が、はい。今、iPhone って言いました。うるせえな。iPhone です。うるせえよ。iPhone ではございません。うるさいよ。デコポン。うるさい。ちなみに、ここ何ですか、これ。どうですか？ここ。これ、ちょっと今、直しかけるところです。これ何？これね。ミスったの、これ。そう、これ裏に本当は行かないといけないんだけど、うん、ネジ外して本当は裏に持っていけばいいんだけど、今自分ではやんないから、今度、どっちにしても、リアも、いろいろまだこれ三段活用で、これ僕の動画でちゃんと説明してるんですけど、はい、三段活用でこれいろいろいじくってくんで、ええ、まだその途中段階なので、はい、後ろ向きに歩くの得意だね。それにしてもで、はい、21インチホイールです。すげえでかくなってるよホイール。あのね、でかくなっただけではないんです。軽くなったんです。どんくらい軽くなったんですか？これ僕がもともとつけてた標準よりも、うん、インチでかくなったのに軽くなったんです。1インチでかくなったってこと？あれ標準 18? あ、じゃあ 20? 20。で、これ21でしょ？そう。これ単造なんで。おー。
なのでめっちゃ軽い。そう、持ってみていい？どうぞ。ちょっと汚れちゃったじゃないですか。はい。まあなので、まあ、しかもこれだけ大きくなってもブレーキローターはちゃんと大きいし、ハブもアルミだし。なんかいちいち引っかかる言い方してんな。確かにハブアルミだし、ローターもでかいな。うん、ね、マーフさんのより大きいですよ、ローター。何ミリこれ？わかんない。わかんねえのかよ。わかんないけど、もう見た目的にパッと見てマナブさんのより大きい。しかもマナブさんの穴開いてたじゃないですか。あれ穴は大丈夫なんですか？穴大丈夫だよ。これ穴開いてないじゃん。これ穴いらないです。面積が大事なんで。うるさいな。で、これどっちなの？何がですか？ホイールは。どっちって、何と何のどっちですか？どのメーカーのホイールですか？そういうことですか？どこのメーカーのホイールですか？ちょっと笑かせないでください。喉使いたくないんで。うるさいか。これは、TRD のホイールです、これは。おだ TRD さんから提供していただいた。TRD さんに魂を打ったホイールですね。提供じゃない。何？買ったの？ちゃんと、うん、僕ね、いろいろ結構お金はいろんなところに払ってますよ、もちろん。本当？でもこれには払ってないでしょ。これ。はぎれ悪い。払ってます、これも。本当？うん。ちょこっとだけね。ちょこっとだけ、ね。ほら、ちょこっとだろ。ちなみにタイヤ汚れてんだけど、なんで？これね、この間、ちょっと木更津というか、富津の方で、はい、まあ土地を見に行って。やらしいなぁ、また。そこの土地が、ちょっとね、はい、ふかふかな土をしており。はい。うん。なので汚れちゃったんですね。そう。まあそこの土地で面白いことやりますよ。お、それも今後の展開として。今後によ行かないの展開今後によって言いました。うるさいわ。今後のおじさんになると口回んないんだよ。で、サイドスカート、すげえなー。まあこれ賛否あると思います。 LC ってもともとここがえぐれてて、なんかウエストがかっこいいっていうね。そうここがかっこいいっていう人と、ここがちょっと違和感があるっていう二極化していて、はい、まあ僕はどっち、まあノーマルも好きですけど、はい、やっぱこういう昔ながらの、はい、なんかがっつりやろ好きなので、はい、まあなので僕はつきました。まあこれはつけてねって言われたのでつけたそうです。違います。つけてねって言われたとしたら、はい、ここに大きいリアウィングついてますよ。あ、もともとあるんだ。ある。それはつけなかったんだ。あの、TRD さんとしては、うん、それもセットでって言われたけど、いや、そこはいいです。そこは固くなり拒んだんだ。そこは。だって、なんかスポーティーな車ではあるんですけど、うん、スポーツしたくないんで。まあ、どっちかっていうとエレガントな雰囲気がある車だから。だからエレガントで行きたいんで、はい、ちょっとエレガント仕様で今は下出てます。ははー、うん。ちなみにちょっと、リアの、これは、リアも21インチですか、これ。リア21インチですよ。マナブさんのと一緒ですよ。フロントはだから僕の方が大きいですよ。27535。あ、細いね。これランフラットです。細いね、ランフラット。275ね。で、ミシュランです。27535、細い。ミシュランいいですよ。細い、ね。パイロットスーパースポーツ。細いな。ミシュランの場合はランフラットだと ZB っつうんだな、確か。ここにだから ZB っていうのがね、書いてありますね。はい。こちらでございます。ここでございます。ZB でございます。で、リアもついてんのこれなんか。後ろは、まだ何もしておりません。あれ？これから。でも、この流れで来ると、リアのアンダーも。リアはね、ディフューザー周りちょっと変わるのと、ここにもつく。はい。なんでつけないんですか？パーツがまだ入ってきてないんですか？いや、パーツはもう全部揃ってる。けど、ちょっと順を追っていろいろやりたいことはあって、うん、まあ、そのあたりを知りたい方は、うちのチャンネルを見ていただければ、答えはいろいろと出ております。そういうことね。はい。ちなみに皆さん、このマフラーは、はい、これダミーです。ダミーのマフラーです。ダミーっていうか、最初からここはマフラーのつもりはないですから、安心してください。ダミーっぽく、ダミーってないですから。ダミーってる、ダミーこっちがちゃんとしたマフラーでございます。こっちは単なる衣装って最初から。こっちがなかったら、はい、こっちが塞がっててダミーだったらダミーって呼んでください。これでも、中丸いのにここに変な形の出口がついてます。いいじゃないですか。いいじゃないですか。定番ですよ、今。こんな。もうちょっとどうにかならなかったのかな。定番でございます。ここノーマル下。ここノーマル。一応ディフューザーっぽくなってますけど、この間これ自動車メーカーの人に来ましたけど、これこんくらいだとね、全く関係ないです、飾りですって言ってました。飾りだと思います。飾りです。うん、はい。でもそうか、手入ってるんだな、これな。トランク見ますか。
トランク見たいです。見させてください。トランクマーさんの後ろから来ますか。トランク後ろないもん。そもそも後ろにいないですね後ろにトランクないもん、僕ちゃんの。さ、はい、あ、出た。おー、入ってるよ。これね、すごいでしょ。うん、これゴルフバッグがドライバー抜かずに、ほら、入る。本当だ、すごい。この靴の置き方が靴の置き方が整列でしょ、整列よっぽどキチキチなんだな、これ。あの、広くはないですけど、はい、でもこの味噌はゴルフバッグ入れた状態でも屋根は開けれる。あ、それは偉いね。これはね、すごい。それ素晴らしいね。で、それでドライバー抜かずに入るっていうのが、うん、はい、レクサス。ああ、もう送られてきたやつね、レクサスから車と一緒に入ってきたやつね。これをメーカーの方が送ってくれるぐらいだったら、僕はトヨタから多分呼ばれてると思います。はい、試乗会。これじゃあ自分で買ったの、これ。わかりますか、そのニュアンス。買ったわけないでしょ、ほら。買ったのって聞いたらうんって言わないから、もらったはもらったんだ。正確に言うと、これは、うん、販売店さんの勝俣さんの僕への忖度。あ、なるほどね。メーカーの忖度ではございません。なるほど。こちらの皆さん、車が、はい、販売店からの忖度の車でございます。車は忖度あるわけがない。本当ですか？ 1 円も、ま、負けてくれてない。本当？だからレクサスは絶対負けないですよ。あ、そう。それは僕らみたいな職業の人に負けでもしたら問題じゃないですか、うん、逆に。確かに。だから逆に僕らの職業って車負けてくれないですよね。その分イベントとかに出演でね発展されてるんだと思いますから。だからイベントとかにもしも呼ばれるぐらいであれば、はい、そもそも普通の試乗会とかに僕は呼ばれるっていう話です。呼ばれてませんから、そもそも。皆さん一生懸命になるところがなんか怪しいですよね。でも、いや、じゃ、一生はちょっと一部お金払ったって言ってますからね。一生懸命とかじゃなくて、僕はね、本当それはね、言いたい言いたい、強く言いたい、うん、声を大にして言いたいっていうのは、これちょっと貴重、この。僕本当だってかわいそうじゃないですか、そういった意味では。ん、そうかな、全然かわいそうに見えないんだけど。だから、レクサスのこの LC がみんながかっこいいって僕のチャンネルでね、うん、かっこいいって言ったから僕は、まあ、で、ゴルフバッグ詰めて、屋根開くし、はい、買いましたけども、はい、この微妙なこの心境。言葉が途中で詰まっちゃいましたけどね。そうですよ。でもかっこいいな、存在感あるな。そしてこれトップの色を、はい、これ2色あるんだっけ。黒もありますよね、確かね。黒とこの色だけ、はい、オーカーだっけ。うん、いや名前とか知らないこれなんでこっちにしたんですか、僕は。で、黒とこの色だったらもうこっちしかないでしょ。やっぱエレガント系で行きたかったんで。おお。なので内装の色と合わせながら、はい、この色、はい、内装の色もだって選べたんでしょ。選べた。2個だけね。あれ？黒とこの色しかない。え、そうなの？うん、クーペいっぱい選べるのになんでこっち選べるの？あれ限定車とかじゃなかったっけ？あ、そういうことなのね。うん。まあそもそもだから株、僕オープンカーしかあまりこれは興味なかったから。ああ、なるほどなるほど。もともと。しかも乗ってみたら、うん、あ、このシャーシだったらいいじゃんっていう、そういうニュアンスだから。認めたらしいです。自分が認めたシャーシなので、これだったら買ってもいいかなっていう。ことで3倍店さんから忖度されたんで、なんで噛むの？そこ大事なとこなんで噛むの？ごめん、笑っちゃったね自分で面白すぎて。ほんとね、販売店さんからの、僕も噛んだけど、はい、忖度ってまあまあ、でもまあ勝間さんですからね、はい、忖度はだからゴルフバッグとかそんな感じですよ。ほら、どんどん出てくるね。次々と。でもそのぐらいですよ。あとは撮影させてもらっただけで僕はもうありがとうございます。ありがとうございますですか、うん。レクサスの開発人からもなんか色紙みたいなのも届いたし。あれは嬉しかった。ね、動画も届いたし。うん。あれをくれるのはありがたいんですけど、それ以上に僕は試乗会に呼んでもらいたい。ちなみに言うと、うんうん、このレクサス LC に関しては、はい、僕とゴミちゃんは呼ばれてないんだよね。そういえばね。まあ僕はいつも呼ばれないから間違いない。いや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 、2人とも呼ばれなかったね。マナブさんはたまたま呼ばれなかっただけで。いやいや、そんなことないですからね。だからマナブさんも予備軍でしょ。僕は予備軍の予備軍だから。いやいやいや、そんなことないです。だ、僕が呼ばれる時にはもう大勢みんなわっさーで行くような試乗会。ほら、最近こうやって自分のこうかわいそうぶりをですねアピールしているゴミやったらでございます。違う、かわいそうとかじゃなく、全然かわいそうとは思ってないですよ。楽しくやってますから。ねえ、ちなみにさ、タイヤホイール変えたでしょ。はい、うん、
バネとかも変わってんのこれ。バネ変わってないです。あ、これノーマル。これノーマル、かなりいい感じですね。もうねこれ以上下げらんない、この位置関係。これフロントがね、うん、結構ここ薄いんですよ。だからこれ下げるとちょっとねしんどい。あ、厳しそうですね。で下げる前にこれつらい位置やりたいんで僕。なるほど。だからつらい位置やるともう絶対下げれないんですよ。これからつらい位置になると。そう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 、いうことです。まあつらい位置にしたらここ当たっちゃいますからね。本当はつらい位置にやろうとしたら、うん、単造ホイールで裏が平面すぎてスペーサー入らなくて、あ、それでちょっと諦めてるんですよ今。なるほど。でそれも今度やめる、一回持ってって、うん、あのスタートボルトをちょん切ってもらって、マジでつけれるように、うん、マジで。スタートボードは別に付け替えできるから、そっかそっか、切っちゃっても切っても大丈夫だからね。そう。じゃあちょっとエンジン見せてください。エンジン、ボンネット開けたことないでしょ。ないないない、初めて開けるんだよ。だからこの撮影で具を見せてください。え、僕何にも知らないですよこの車のこと。開け方知ってる、これ開け方。いや知らない。僕あの自分の車になった瞬間にものすごい無知になりますか。おお、綺麗じゃん。意外に新車だから。意外に綺麗じゃん。新車だからね。すごいじゃん。特徴は何なんですかこれ。特徴はピストンが8つあることです。まず。うるせえわ。あとここね。これね。リブがすごい立っててね。これすごい剛性高そうだな、うん。ここだけアルミダイキャストでしょこれ。はい、うん。すごい。あと保護パーツが結構。がっつりと入ってて、なのでこのアルミダイキャストとかをどれ、はい、まあ今部分的なダイキャストで、うん、だからそうするとここも部品点数減るし剛性稼げるし、そういうことですね。だから僕は今アルミダイキャスト結構注目しております。通常の車だとだいたいここがパネルになっていて、そこにまあ蓋みたいなのがついててその周りが溶接されてるっていうことですね。それがまあこの車だとこのように一体になっていますよということで、剛性も高いですということです、はい。ちなみにエンジンには何のプレートもついてません。ついてるじゃないですか、このマークだけで V8 とか普通書いてあるじゃん。あ、女の子はメール来てる。来てねえよ。来てないよ。全然何もついてない。意外にあっさりしてるね。これカーボンなの？あ、カーボン調だね。カーボン調です。カーボン調調調です。まああっさりしてるでターボじゃないからね。やっぱり NA だから、 NA だから、ね、大排気量 NA だから貴重だよね。貴重。5リッター V8 今時ないです。もう今しか乗れない車です。そうですよ。いつ販売が終わってもおかしくない車であります。そうですよ。そういう意味では非常に貴重。そういう部分も含めて買ったの？そこはあんま関係ない。そこはあんま関係ない。そこはあんま関係ないけど、まあ音は関係ありますけどね。音はいい音してるからね。いい音決めて何なのよ。じゃあみんながかっこいいって言うから。シンプルでしょ。単純です。みんながかっこいいっていうことと、オープンカー好きだからオープンカーは欲しいっていうのと、ゴルフバッグ詰めてオープンにできる車は僕必須なんで。ああ、ちなみに今まで買ってた車は何なんでしょうか。だから6のカブリとかですよ。あ、その、え、最近はでも乗ってなかったわけでしょこういうやつ。だから6のカブリを売ってからずっとオープンカーはなかったわけでしょ。そうで、レンスポで行ってたってこと。ゴルフ、うん、うん、テスラ。あ、そうそう、テスラがあったんですね。テスラ楽ですよ。ゴルフもうほっぽっといても結構走ってくれるし。テスラはね、そう、カババで忖度されて売ってったやつですね。カババで忖度、忖度好きですね。だってゴミちゃんのチャンネル見てる人、忖度って言葉結構好きじゃないね。なんか忖度言うから、そういうこと。そういうこと。誰が言い出したんだろうね。お前だよ。自分が言い出したんだろう。本当、僕はあんま忖度っていう言葉を使った記憶が、あ、バンビが忖度のコメントを結構言うから、お前何言ってんだよから始まったのかな。はい、そういうことでございます。うん、そして全身が白いのも、はい、車も白い。これだから僕の腹黒いのを隠すための白でございますっていうわけではなくて。いや、そういうことだよ。身からこの溢れ出る。身から出たサビです。白さ。身から溢れ出るサビ。新しいな。じゃあ、はい。車の中も見たいんですけど、はい、せっかくのオープンカーなんで、はい、屋根焼けを見せてください。見ますか。やってください。いいでしょ、このドアもちゃんと空力もいいでしょ、しまわれる。すげえ。しかもここにレクサスのマークが、そうですよ、ちゃんとついてる。本当ですよ。で、この奥に鍵穴もちゃんと見えます。エマージェンシー。本当だ。へえ。ちゃんとそういうところを覚えてんだね、自分の車でもね。当たり前じゃないですか。っていうかさ、暑くないの？こう、僕今半袖でめっちゃ暑いんですけど。
あの白いくんはこれね、買ったばっかのトレーナーでどうしても着たかったそういう時あるでしょ。ディーゼルね、うん、はい、ディーゼルのトレーナーみんなに見てもらいたかったわけですよ。秋まで待てない行きますかよ。はい、ちょっと排気音聞いててください。あ、ちょっと待って、こっちから行くわ。はい、どうぞ。行きますよ。はい、なんか今プーっつったんだけどもう途中で止めちゃったからすいません、緊張迷惑です。さあ、開けますよ。あ、ちょっと待って、はいはいはい、どうぞ。さあ、皆さんご覧ください。うわー、きたー。あー、確かにこれだったらトランクが塞がっててもちゃんと屋根が。しかも速い。速いでしょ、これ。速い。これね、50キロ、時速50キロでもこれ開くの。ちょっとやるから、じゃあ今度乗った時に。あ、しかもここアルミだ。すごいでしょ。すげえ。横転した時にはここから棒がニョハーンって出るポップアップロールバーって言えよ。ジャーナリストの、ジャーナリストのニョコチョン。はい、これ皆さん見てください、これニョコチョンですニョコチョンです。うわ、すげえ、ロボットっぽい。うわ、まあでも綺麗だよね、収まり方もね。で、はい、これ10万円ぐらいのウィンドリフレクター、これは販売店様からのプレゼントでございます。こう本当に買った、僕本当ね、注文書見る、写メ撮ってきたよ普通に払ってるよ本当、うん、びっくりするぐらい払ってるよまあ今見せてもしょうがないけど本当に本当だって、本当にだって僕ね、今日撮影のためにちゃんと撮ってきたけど、うん、注文書いくら払ってたんだっけなって思って、だどの女の子を乗せても携帯だろうがなんだろうがとりあえず行ける。あのレクサスのこのでのすっごい展開気になる。ごめん、ちょっともう一回言って。まあ凄さ違いですよ。凄さ違いですか